皆さんこんにちは、漫画ゲーマー代表のバンブーでございます。もう季節はすっかり秋になりましたけども、正直新型コロナウイルスがここまで長引くと思ってませんでした。日本ではですね、海外と比べて感染者数は少ないんですけれども、若干、不安はついています。ビジュアルノベル業界自体も、まだ活気はありますけれども、それでもリアルイベントがね、なくなったり、ウェブイベントに切り替わったりしてですね、ちょっといまいちまだ、盛り上がりが大変に欠けてる状況ですね。この困難な中でも、私が、漫画ゲーマーのスタッフの雇用をですね、確保して事業をフル稼働しているということは、非常に嬉しく思います。これもひとえに、ファンの皆様のおかげです。最高品質のノベルゲームを提供できるようにこれからも努力していきたいと思います。それではですね、前置きはそれぐらいにして、ビジュアルノベルの話をしましょう。フィンルートはもうお楽しみいただけましたでしょうか。前回の告知を見ていない方に説明すると、こちらは乙女ゲータイトル、スチームプリズンの最新のエクスパンジョンです。漫画ゲーマーと、スチームどちらからでもご購入いただけます。そして今夜は新たな、作品の発売日になります。アリスソフトのダンス1と2です。そうです、両方のタイトルが一つにまとめられているので、1989年から始まるランスシリーズの初めの物語のリメイク版が楽しめます。このシリーズ実に30年、すごいですね。30年も続いてる、シリーズだってなかなかないですもんね。でもそれだけノベルゲームの歴史にかなり影響があった作品ということです。このリメイクでは一新された CG、BGM、戦闘システムや、シナリオを楽しむことができます。もう本当にね、あらゆる、ビジュアルノベルファンの方にお勧めできる作品なので、ぜひ今夜購入してみてください。それだけではありません。今夜発表の新作一つ目を今すぐご予約できます。そう、君はねカップル、彼女と彼女の恋する2ヶ月ちょっとが漫画ゲーマーにて予約開始になりました。こちらは、ユニ作品ですけども、3人の女性の視点で、楽しむことができます。真面目で、頑張り屋のひな、人見知りで変わり者の凛、穏やかで優しいふみ、この子たちはですね、女子校の清涼学園に一緒に入学してきたニュールームメイトになります。学校でね、幽霊を見たという噂話はどこにでもありがちですけれども、これアメリカでもあるのかな、西洋でも、天使が現れるという話があります、ね、そして3人の少女は天使を見た記憶があります。作品内の最初の1ヶ月の間、少女たちはお互いが、昔見た天使だと思い、謎を解明するのに、行動を開始します。そして選択肢によって3人はどんなカップルにでも組み合わせることができるので、ユリファンは特に楽しめることができると思います。皆さんはどのカップルを最初に攻略しますか。なお、詳しい方へ説明すると、今回のリリースは君はね、彼女と彼女の恋する1ヶ月と君から彼女と彼女の恋するバレンタイン、両方をバンドルした君はねカップルのセットです。君はねカップルではたくさんのエッチ画像が楽しめますが、次の発表作品はさらにエロティック満載でございます。題して巨乳ファンタジー3 IF。巨乳ファンタジーシリーズの、新作はローマをモデルにした新たな世界で無名のパイズリの神ユリナスの物語が楽しめます。従来のシリーズみたく、小さな村の危機を救うところから人間や女神の巨乳を味わいつつ、冥界から天界まで広がる壮大への旅へと発展します。そう、この作品ではヴィーナスやアテナの聖なるおっぱいが楽しめるということです。さらにこの巨乳ファンタジーズ3 IF では、巨乳ファンタジー3の話を、拡張し、新たなキャストとヒロインを迎えたリブート版となっております。9名の女性キャラクターとはほぼ倍の数の、CG をシリーズ最大の物語とともに楽しめることができます。そして最後はお待ちかね、クロックアップの新作です。健全変態生活のすすめ。人気エロ漫画家ブチャユーさん原画家による、変態の皆さんのための作品です。いいですか、設定がかなりぶっ飛んでますんで、気をつけてくださいね。まず主人公後藤はじめが住む世界は変態が一般的に認められている社会です。もうこの時点ですで、にちょっとクレイジーな感じがしますけれども、そのためはじめは変態学を学ぶために成長大学に入り、成功外交によって第三次世界大戦を未然に防いだ伝説の変態が課長の前園一家に下宿することになります。これはある男が人生をかけて実体験とともに変態という人々について理解を深め、社会にエッチを進出させるための物語であるそうです。すごいですね。なんかこう、やっぱりこうじゃなきゃエロゲーじゃダメだなって思いました。
なので、この当然、このゲームではたくさんの幅広いエッジが体験できます。そのどんな内容かというのは皆さんゲームの中でぜひご確認ください。今夜の発表はここまでですが、今夜のホリデーシーズンもたくさんの、企画を開催予定なので Facebook や Twitter をぜひチェックしてください。それではお体に気をつけて、また次回会いましょう。